長尾川の続きです。まあ先ほど河川が合流していたところから1キロほど歩いてきたんですけども、まあ次に設置するところはまあこの辺り、左手の方からあの別の河川が合流してますので、こちらの、そうですね、あの川幅が狭くなってるところ、あの辺りがいいんじゃないかなと思います。まあストレート差加減を考えると、その曲がる手前のところ、河川がちょっとカーブを描いているんですけども、その手前のところに、まあ、作る、まあ、まあ、この辺でもいっちゃいいんですけどね、メンテナンスで考えて、橋の下の、まあ、この辺りに、まあ、作ると、まあ、ここに橋があってと、もうこの辺からギアボックス交換できるような形、ちょっと歩いて行ってというか、まあ、軽トラで行ってもいいんですけども。まあそういうことです。次の地点まで行きます。まあ多分次の地点、まあまあ、どこで河川が合流してくるか分かんないか、もうちょっと歩いてみます。